おはようございます。はい、本日、はい、ヤマト法、はい、103日目でーす。来ました、よいしょー。長崎戻って、一発目の山。一発目なんですね。弓張りだけ。うん。うん、これちょっとね、クリアして。制覇してね。行くぞー、いやこの街と二人のリュックの違和感がすごいこれ超巨大リュックは誰も背負ってなかった。さっきもいっぱい小学生おったけど、俺たちの4分の1ぐらいの大きさやったもん。あ、うん、広すぎやもんね。もうあのう草で覆われたこの道と全然違うもんね、これね。そう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 。ミニマート1ヶ月ぶりに見たぞ。見たよ。だってあれやったもんね、あの、うん、後藤はファミリーマートって携帯で調べたら50キロ先とか書いてあって、あこっちの佐世保の方やったもんね。あ、やっぱり、うん、信号待ちもね、ほとんど信号待ちなかったもんね。なかったね、待つことがなかったもん、ね、なかったなかった、ま、すごいなんか今違和感でしかないし、うん、当たり前だってね思ってたことがもうあ当たり前じゃなかったんだなっていう、それが一番や、うん、すごいなんか再確認。あ、出た、今日一発目の九州自然歩道、弓張りだけ。あ、こっちか、うん、振り出した ね、 ね、まさかこう佐世保初日目がこれとはね。ねえ、これからの雨がちょっと頼むから止んでくれ。ねえ、うわぁ、これでも絶対さ見えたはずだよね。真っ白なんだよ休まんだけの時と一緒や。長崎の本土の山って毎回こうなんだ、ね、だってこっち九十九島、うん、向こう五島が見えとったんだ。いやこれちょっと見たかったな。右は平戸だって、最高の景色やったよ。あー見たかったな。夜景100選に選ばれてるぐらいちょっと綺麗な場所だったんですね。やば、なんだよ、最強に厳しいこの陸上自衛隊アイノブラ駐屯地もちゃんと見えるけど、弓張りだけいただきました。はい、じゃあ行きましょうか。はい見てください、このピーカー天気、素晴らしい青空、晴れたね。曇りとか雨がちょっと続いてたので、ね、そうね、よっしゃ、じゃあちょっと今日もまた気合を入れて頑張っていきましょう。はい、エゴシだけ入り口ね。はい、もう登ろうか。よし、じゃあここからスタート。はい、あ、登るね。登るわ。だいぶ暗くなってきた。朝の9時前からこんな暗くなることある？早朝5時ぐらいの明るさやもん、これ。そんな早朝歩いてるわけじゃないのに、ね、不思議だもんや。うん、出勤通勤ラッシュにね、俺たちは山を登る。わ、すごい長い階段が、これあ、これ折られる、これこれはすごい、うわぁ心折ってくるね。ねぇ、この階段の先が見えんもん、もうちょっと登れば登るほど、はい、なんか遠くなっていってるね。あ、まだ続く、これやば。ちょっと待って、終わりと思ったのに足が上がらない。くそ、頑張れば必ずそこに光はあるぞ。光あったね、光はあるからね。よいしょ、うわぁ、着いた。いや、すごい、うわぁ、あー、ここか。あー、すごい、うわ、全部ちっちゃく見える。いやー、なんか福岡佐賀じゃなかったね、こうやって。いやー、ないよ、佐世保も。うん、五島のようにこうやって美しいさ、景色があって、ね、長崎ならではの景色って見ね、こうやって。いやー、すごいよ。あー、うわ、うまっ、すげえ。あー、すげえ、ホースが、ホースが綺麗、かわいい、かっこいいね。まじゃなく1個だけでな、俺たちより価値はあるけど、絶対。いや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 、あ、うわ、あ、すいません、登山の途中の、あ、登山の、はい、はいはい、今登山の、犬が吠えたので、うちに来ようかと思って、ちょっと、あ、すいませんあの、かっこいい馬がいたので、はい、あ、ありがとうございます、はい、中にあの、はい、ポニーたちもいます。へぇ、見ることはできるんですか？見ることできます。馬の、あ、ポニーちゃんや、うわー、かわいいで、かわいい、来たないですね。あ、ヤギちゃん、うわ、すごい角が、あ、ヤギちゃんや、しっかり、かわいいね、ちっちゃいね、ちっちゃい、うん、もう狼みたいな、なんか模様が、波模様が、うるるかな、眉のあたりがおどけてるでしょ。そうですね、ヤギが、いいね、あ、こういうクラスメートおったらこういう眉毛だ。はい、お願いします。あ、優雅優雅、これこのぐらいの目線になりたいですね。行けー行けー、右回っていきまーす、はい、結構強めだ
ちょっと急に止まられたらちょっとびっくりする。あんなに怖いもの知らずな石村くんが、そうよ、振り落とされてめっちゃ踏まれたりとかしたっていうのはすごいイメージでこっちにもこっちにももう行きません。自分の顔結構嫌いだった時期もそれはやっぱありましたよ。